ということで、付属品を見てみましょう。まずこれですね。これが、まあ、冊子ですね。と、ターゲット。中にハガキも入ってます。パーツとかを取り寄せるときにね、使うハガキとか入ってます。で、これが、まあ、取り扱い説明書と、補足説明書となっております。で、これを見ながら、まず、マガジンが1個、1つついてます。そして、これが、チャージャーですね。チャージャーと、チャージングロッド。これでマガジンに、ここから弾を入れて、これでこう、押し込んで、詰めていくと。そして、これが、クリーニングロッド。これ、わかりますかね？ここ。ここに、ガーゼとか、切ったやつ通して、ぐるぐるっと巻いて、銃口をね、重心にこう、掃除すると。汚れを取ると。で、これが、保護キャップ。アダプター。専用コネクタ。フロントサイト。アジャストツール。これ多分、フロントサイトを調整するときに使う部品だと思います。そしてまあ、少量の BB 弾と。いうことで。いやー。たまらん。たまらんっす。